来たか。娘さん、チャンスは一度だけです。慌てずギリギリまで引きつけてください。ああ、分かってるさ。あ、娘さん。ああ、任せろ。ギアッチ、お前らのおかげで俺はここまで来ることができた。ずっと一人で寂しかった。正直こんな奴にたった一人で勝つなんて無理だって薄々感じていたんだけど、ギアッチたちが一緒にいてくれたから俺は今こいつの目の前にいることができたんだ。最後に改めて力を貸してくれ。よう、デカブツ、待ってたぜ、この瞬間をよ。チューリングフィールド展開。何がどうなってるの？途中までは成功してたよね。あの野郎、まさか打ち消しやがったのか。打ち消す？打ち消すってどういうことなの？その声はマシコンヌ。久しいな、小娘どもよ。まさかこの私がその対策をしてないとでも思っていたのか。対策って、シェアを打ち消すことなんて、そんなことできるわけが。できるのだよ、この私とクロワールから奪った異次元の原初たる女神の力があればな。決まっている。貴様らの抵抗は無意味なのだ。もうダメなの？やっぱり娘はダメな女神なの？まだ諦めるのは早いよ、ウズメ。ウニュ、その声、ウニオなの？待たせてすまない。少々準備に手間取ってしまった。それって、どういう…この光、そして、この力、これって…シェアエネルギーだ！けど、なんで？なんでこんなにシェアがあるの？もしものため保険をかけておいて正解だったよ。ウミオ、どうしてここにいるの？ここにいるのは俺だけじゃないよ。君を慕う全てのモンスターがここにいるのさ。それもみんながシェアクリスタルを持ってね。みんな避難したんじゃなかったんだ。黙っていてすまなかった。少々シェアクリスタルの探索に手間取ってしまったのだ。いまいましいシェアの光目。シェアクリスタルだけではない。俺たちのウズメへの思いを打ち消せるものなら打ち消してみるがいい。僕たちのシェア使ってください。いつも僕たちの代わりに痛い思いをさせてごめんなさい。一
緒に戦えなくてもシェアを送るくらい僕にだって。娘さん負けないで。何これ、エビフライたちの声が頭に。ううん、うずめの心に響いてくる。きっと娘さんの仲間たちの思いがシェアエネルギーに乗って流れ込んできているんです。いいな、うずめ、いつも君にばかり戦わせてすまない。だが今は俺たちも一緒だ。戦だね。
気に決めさせてもらう。クロスコンビネーション。Thank you.
るしかないんですね。 DBA ターゲット。やった、撃破。まだまだだな、私もっと頑張らなきゃ。ああ、俺たちの勝利だ。やった、やったよ、ウミオ。今度こそ本当に勝ったんだよ。でもまさか最後の最後にお姉ちゃんがこっちの世界に来るなんてびっくりしたよ。イースがパッチでアップデートされたおかげで次元を超えるゲートを作れるようになったんだ。条件はシビアみたいなんだけどね。でも決戦前にイースのアップデートと再起動が間に合ってよかったよ。うわー、小さい私かわいい。そういうあなたは大きい私。へえ、私って大きくなるとこんな風になるんだ。身長だけじゃなくてちゃんと胸も成長してるみたいで安心したよ。にしてもネプッチが2人並んでるってのも不思議な光景だな。ですね、こうして見ると本当にそっくりです。でもどう呼び分けしよう。さて、この空間もそろそろ消えかかってるし、さっさと元の空間に。あっと、待ってウズメ、ストップストップ。お、なんでだ。実はこの空間が消えちゃうと私もネプギアも元の世界に帰れなくなっちゃうんだ。お姉ちゃん、それってどういうことなの。しかもこのゲートってさ、開くだけじゃなくて維持するのにもものすごい量のシェアエネルギーが必要なんだ。お姉ちゃん、プラネティオヌのシェアは大丈夫なの。大切な妹とお友達のピンチだもん。もったいぶってられないよ。減ったシェアならまた貯めればいいだけだしね。なるほど、シェアエネルギーで構築されたこの空間が消えてしまうとゲートも閉じてしまうわけか。そういうこと。だからのんびりしていられないんだ。そうか、もう少し一緒にいられると思ってたけど、別れってのは急に来るものなんだな。あ、なんだよ、そんな顔するなよ。出会いあれば別れありだ。それに本当だったらあの時にギアッチは帰っていたはずなんだ。なのに今まで一緒にいてくれたんだから、俺としては十分楽しませてもらったさ。それにお互い女神なんだ。根性の別れってわけじゃあるまいし、いつかきっとまた会えるさ。そうですね、いつかまた会いましょう。ああ、約束だ。それではゲート開きます。これでようやくこの次元ともおさらばだぜ。うわぁ、なにこの蝶。てか、この声まさかクロワールなの。悪かったな、こんな姿で。俺だって好きでこんな姿してるわけじゃねえよ。けどこんなお騒ぎ起こしたんだから自業自得だよね。少しは反省する気になった。
反省も何も、俺はただ面白い歴史を記録しようとしただけだっつうの。反省の色なし。これはお仕置きが必要だね。誰がお前らにお仕置きなんてされるかよ。それじゃあな。どこ逃げ足早。ちょっとクロちゃんってば、置いていかないでってば。まるで嵐のような二人だったね。あ、そうだギアッチ、これ本当にもらっていいのか。もちろんです。もともとそれは娘さんのものなんですから、娘さんが持っていてください。そうか、じゃあありがたくもらうぜ。あ、そうだ、今回は諦めますけど、次に会った時こそは娘さんの椎茸嫌いを直してみせますから。なら次にギアッチと会うまでは、間違っても椎茸好きにならないように椎茸を食わないように気をつけなきゃな。それじゃあ娘さん、そろそろ私たちも行きますね。今度こそ本当のさよならだね。だな。また会おうぜネプッチ、ギアッチ。はい、また会いましょう。今度こそ行ったようだね。みたいだな。まったく、君はいつも無理をするな。仕方ねえだろ、あのデカブツを倒すのに。あれでもシェアが足りなかったんだからよ。だからといって自分の中に蓄えられているシェアまで使うとはね。おかげでこの通り指一本動かせやしねえよ。またか。約束してしまった手前、しっかり復興しなきゃな。今までとは別の意味で忙しくなるな。ああ、ネプッチの国に負けないくらいいい国にしないとな。なあ海よ、まだ付き合ってくれるか。何を今さら。君が望むなら俺はどこにでもついていくさ。君と同じ夢が見たいからね。ならまたよろしく頼む。こちらこそ改めてよろしく頼むよ。さて、まずは何からすっかな。